始まりましたね。またこれですかね。生姜焼きのタレ。なんだこれは。芯か。芯。切り落としだって。あとこれは卵。卵を何か使わないとなかなか減らないんで。いきますよ。ほとんどね、貼り付かないからね、いらないんだけどね。いいフライパン買ったね、よかったね。全く貼り付かない。まあ、新しいうちだけだと思うけどね。だんだん張り付くようになるんだろうけど。この玉ねぎの音を熱が加わるとね、玉ねぎも小さくなるから。こういうか。こういうのもどんどん使わないと。
火が通ってるかな。なんか熱いんですよ、この部分だけ。3枚ぐらいに重なってる。まあ大丈夫か。なんでしょうこれ。はい、それじゃあね、もう炊けてますからね。どうでしょう。ああ、いい感じじゃないですかね。このぐらいでいいよね。それと。これね、まあ、ツナサラダ、ツナコーンサラダってあるんだけど、これも なんか持った方がいいのかな。これはメインディッシュ。どうでしょうね。でこれがツナコーンサラダ。いつもねこれ買うんですよ。焙煎ごまドレッシングですね。しじみのお味噌汁。手軽だよね、こういう方がね。あ、200cc だっけ ?160 だよね。160cc だよね。じゃあね、お湯も沸きました。まあ、お茶を入れましょう。それじゃあいただきますね。ほうじ茶。お味噌汁。これはツナとコーンのサラダ。あんな少しの量でもこんなに多いんだね。こういった、まあ、サラダで、まあ、ツナっていうんでお魚がとね摂取できればいいですよね。
どうでしょう。うん。いけますよ。うん、火が通ってる、通ってる。じゃあ、こんなとこですかね。こういったね、山菜きのこ丼っていうのがあるんですよ。これ面白いよね。まあ、普通にレトルトで、まあ、3から5分温めて、まあお丼にご飯をよそって、
かけるだけっていう感じでね。山菜きのこ丼。面白いね。またこれもね、今度。あ、その前にあれだ。あの、手羽中の甲羅に、またそれやりますからね。まあ皆さんもね、甲羅に。なんか今日ね、フレッセ行ってきたんですけど、この間ね、新と新井店っていうフレッセがあるんだけど、そこで 5% 引きのね、割引券みたいなのがくっついてきたんですよ。まあレシートにね。それ持ってですね、今日行こうと思っててね、まあ3日間ぐらいの期間しか有効じゃないんだけど、今日が最終日だったから。そしてね、まあ、新井店なんだなぁと、めったに行かないお店なんだけど、そして今日ね、あのフレッセのね、あの、元掃除屋大見店、まあ、そこ行っちゃったんです。そこで出してみたんだけど、お店が違いますよ、みたいな雰囲気になっちゃって、あ、本当だ、みたいな感じで。ダメだね。なんかそそっかしいよね。やっぱりいつも行かないお店で出してもらったやつって、そうなっちゃうんだよね。知ってたんだよ。その件は、そのお店だけだっていうのは分かってたんだけどね。なんか、ダメだね。これが年を取ったってことなんですかね。はい、それじゃあ、ごきげんよう。美味しかったですよ。さよなら。